ロータス 94T は、チームロータスが1983年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。設計は、ジェラール・ドゥカルジュ。1983年のシーズン途中から最終戦まで投入された。ドライバーは、エリオ・デ・アンジェリスとナイジェル・マンセル。チーム創設者のコーリン・チャップマンを前年12月に失った、このシーズンは、 投入した2種類のシャーシが不審に終わり、シーズン途中にエンジニアのジェラール・ドゥカルージュを迎える。ドゥカルージュはチームを動かし、わずか5週間で新シャーシを設計する。このシャーシは完全に新しいものではなく、1982年の91を改良し、ルノー製の V6 ターボエンジンを搭載したものである。車体後部に大型のディフューザーを搭載。以後、 フラットボトム時代のトレンドとなる。イギリス GP にて、デアンジェリスとマンセルのドライブによりデビューした。当時、1981年以来のスポンサーであった JPS は、翌年の契約更新を再検討していた。幸いにも、デアンジェリスがドライブする 94T は、予選4位につけ、決勝でもマンセルが4位でゴールし、JPS はスポンサーを継続することを決定した。 その後も 94t は改良を繰り返し、ヨーロッパ GP では、デアンジェリスがポールポジションを取り、マンセルが3位でゴールした。しかし、信頼性はしばしば不足していた。成績は、コンストラクターズランキングが7位、マンセルが10ポイントで13位、アンジェリスが2ポイントで18位であった。1984ロータス 95t いるのイメージズ。 Specifications and Information.ultimatecarpage.com 2010年8月23日閲覧。ありがとうございます。